Galaxy S8、S8 Plus のエッジスクリーンでできることをご説明します。エッジパネルでは、従来通りアプリのショートカットや連絡先のショートカットを追加できるほかに、スマート選択では、表示画面の画像や GIF アニメーションで保存したり、常に最前面に表示することができます。また、手の側面で画面全体をなぞると、画面キャプチャが保存できます。エッジライティングは、通知をエッジのライトで点灯してお知らせします。それでは設定してみましょう。画面右端のエッジパネルハンドルを左にスライドします。画面下部中央の設定アイコンをタップします。画面上部のスイッチでエッジパネルのオン、オフができます。画面を左右にスライドしてエッジパネルに表示したい項目を選択することができます。エッジパネルハンドルの設定を変更したいときは画面右上のメニューアイコンをタップします。ハンドルを設定をタップします。ここからハンドルの左右の位置、サイズの変更、透明度、タップした時の振動のオン、オフの設定ができます。続いてスマート選択の操作方法をご説明します。キャプチャしたい画面でエッジパネルハンドルをスマート選択画面が表示されるまでスライドします。ここから項目を選択できます。長方形は画像を保存できます。楕円は楕円形に画像を保存できます。GIFは GIFアニメーションで画像を保存できます。最前面に表示は常に画像を最前面に表示することができます。この動画では最前面に表示をご紹介します。最前面に表示をタップします。キャプチャしたい箇所に選択範囲を移動します。最前面に表示をタップして設定完了です。表示を終了したいときはキャプチャ画面右上をタップし、表示された×をタップします。続いて、エッジライティングの設定方法をご説明します。ホーム画面を左にスライドし、基本フォルダをタップします。設定をタップします。ディスプレイをタップします。画面を上にスクロールし、エッジスクリーンをタップします。エッジライティングをタップします。画面上部のスイッチをタップして、オン・オフの設定ができます。画面オン時やオフ時のみ通知をライトでお知らせする設定や、常にライトでお知らせする設定から選択ができます。通知するアプリを選択したい場合は、画面最下部の通知の管理をタップします。ここからアプリごとに選択できます。すべてのアプリを選択したいときは、利用可能なすべてのアプリ右横のスイッチをタップします。
Galaxy S8、S8 Plus のエッジスクリーンをお楽しみください。